チャールズ・バーン18世紀当時の挿絵チャールズ・バーンは1780年代のロンドンで大衆の注目を集めたアイルランド出身の巨人賞の人物である。チャールズ・オブライエンやアイルランドの巨人という別名でも知られていた。彼の正確な身長は推測の域を出ないが、大多数の記述が8フィート2インチから8フィート4インチの身長であったと研究している。 21歳の時故郷のアイルランドを離れ、成功を夢見て、ロンドンへ旅立った。バーンは、コックスズミュージアムという見せ物小屋に職を見つけた。この見せ物小屋は、PT バーナムのバーナムズアメリカンミュージアムとよく似た、形式ものであった。彼は、スプリングガーデンの入り口にある特別厚らいの家具を備え付けた商社のアパートへと引っ越した。ロンドンに到着するや、いなや、 彼はすぐさま町の人気者となった。1782年5月6日の新聞記事には次のように書かれている。どんなにすごく珍しかろうが、ほとんどの場合大衆の興味を引きつけることはなかなか困難である。しかし、この現代のいける彫刻、驚くべきアイルランドの巨人の場合は違う。ロンドン市民の興味が他に移ると、富と名声はすぐにバーンから去っていった。 そして、彼は過度の飲酒を行うようになった。当時の新聞によると、ポケットに全財産の700ポンドを入れ、飲み歩いていったという。悲嘆に暮れた、彼は、酒で悲しみを紛らわそうとし、1783年6月、22歳の若さで、チャリングクロスのコックスパーストリートにある安アパートで、死んだ。ジョシュア・レノルズ作成のジョン・ハンターの肖像画、 ハンターの右後方に描かれているのが、バーンの骨格の歌詞である。解剖学者でもあった、下界たちに自分の死体を切り刻まれてしまうのではないかと恐れた、バーンは死の床で友人たちに彼の亡骸を海に葬るように依頼したと噂されていた。バーンの希望に反して、彼の亡骸は500ポンドで、ジョン・ハンターが入手し、7フィート7インチの 骨格標本として、ロンドンにある、王立外科医師会の、ハンテリアン博物館に現在収蔵されている。彼の死についてある雑誌の伝えるところによれば、ロンドン中の外科医が貧しい、死んだアイルランド人を要求して、さながら漁師が巨大なクジラを狙うように、バーンのアパートの周りを取り囲んだとされる。作家のヒラリー・マンテルは、ザ・ジャイアンとオブライエンで、 バーンの生涯を小説に表した。小説のプロットは、科学における革命的な発展と、迷信的な旧来の方法との間の構想に、焦点を置いている。オブライエンは、伝説の王様や、妖精の物語を信じているような人物として書かれ、その対局にジョン・ハンターは、科学時代の夜明けであり、旧来の伝統をすべて破壊する人物として、書かれている。この本の中で、 オブライエンがもう一人のアイルランドの巨人、身長8フィート7インチと称されたコークのパトリック・コッター・オブライエンと親戚関係にあったことが指摘されている。ただし、1972年に行われた彼の遺体の発掘によって実際は8フィート1インチであったことがわかっている。また、ナイプ・ブラザーズとして知られていた身長七フィート二インチの別の二人のアイルランドの 双子の巨人との親戚関係についても言及している。この兄弟は歴史上最も背の高い双子としてギネスブックに認定されている。ありがとうございます。